自身の多分常識を壊すことですよ。はい、今回はですね、皆さん気になってると思うんですけど、ヒカルさんといえば YouTube をやりながら会社経営もやられてると思うんですけど、はい、実際いくら儲かってんのか多分誰も直接聞いた人いないと思うんですよ。そうですね、もう、はい、今は聞かれなくなりましたですよね。昔はよくなんか年収がどうとか聞かれてましたけど、はいはいはい、から見てるとめちゃくちゃ調子いいんじゃないかなって思ってるんですけど、実際どうなのかっていうのをちょっと聞いてみたいなって思います、はい。今ヒカルさんって、はい、メインで今脱毛とか脱毛、アパレル、まあ、YouTube、はい、まあ、最近始めたらヘッドスパ、ヘッドスパ、はいはい、もうそれだと買取事業もないし、はいはい、じゃあ事業としては5つやってるわけですよね。そうですね、はい、これマジで結構本当にすごいことだと思ってて、はい、普通の中小企業ってまあせいぜいまあ1つ2つぐらいなんですよね、事業、はい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 、それを5つできるっていうのは、はい、もう中小企業の1つ超えてるんで、それって、はい、ヒカルさんが自分で経営をしてるのか誰かに任せてるんですか、いわゆる株主というか。あ、任せてる人いますね。あ、任せてる、その分野ごとに。あ、はい、別に自分で社長でやってるわけじゃなくて、あ、違います違います、いわゆる出資者ってことですよね、はい、多分これチャンネル、このチャンネル見てる方で、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、社長がいてその上に大体株主もいわゆるオーナーがいるんですよね。なんで、まあ、会社って誰のものってよく聞かれるんですけど株主のものなんですよ、はい、まあ、僕も今そうなんですけど、はい、株主としてやられてるっていうことで、はい、ぶっちゃけ今一番何が調子いいんですか。一番はアパレルですね。アパレルすごいっすよね。だってアパレルが一番すごいっすね。今まさに着てる、あ、そうですね、これですよね、はいはい、リザードっていうのが、はい、1年ちょっとなんですけど、はい、もう一番すごいっすね。ここまで来ると思ってなかったです、正直。自分では YouTube を超えると思ってなかったんで。え、どこら辺聞いてもいいっすか。ちょ、聞いちゃうんですけど、1年目で25億くらい、はい、25億年間、年間で売り上げ、はい、すごいっすね。アパレル多分利益率全部自分でやりたいんですよ。まあ、それを徐々に徐々にやっていってるって感じです。で、多分このチャンネル見てる方とか、まあ、一般の人がシンプルに疑問として思うのは、はい、それだけじゃ事業で実業で成功してるんだったら、はい、YouTube やる必要ないじゃんと思ってます。いや、でも YouTube が根っこにあるからこそ成功したんですよ、結局。ああ、それどういうことですか。いや、どこまで言っても僕って YouTuber だなと自分で思ってて、はいはいはい、YouTube やめた瞬間僕の価値って一気に落ちちゃうなと思ってるんですよ。っていうのは分かってるし、プラスやっぱ YouTube 以上になんかもう夢中になれない。あ、やっぱアパレルやってて、まあ、面白いと思う時もありますけど、でも毎日毎日何すんのってなっちゃうんで、あ、やれることがないんですよ。なるほど、暇になっちゃうし。だから YouTube ありきの、軸に YouTube がありながらのなのかなと思います。まあ、YouTube でちゃんと宣伝できるっていうのがあるじゃないですか。はい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 、まあそうですね、僕はその広告費をかけずにやれるっていう強みがあるんで。じゃあさっき利益率 20-30% だったけど、多分全然違いますね。多分もっと儲かってますね。普通は広告費がもっとかかるんですけど、ヒカルさんとかっていわゆるこう D2C のもう最先端だと思うんですよ、はい、D2C ってまあ僕がやったビジネスなんですけど、はい、結局その消費者にお客さんに直接届けるっていうビジネスなんですけど、はいはい、ヒカルさんは自分で宣伝したら自分で売れちゃうじゃないですか。そうです。だからこれが一番最強なんですよ、はい、広告費ゼロなんですよね。ほぼゼロっすね。それめちゃくちゃ強いっすよね。25個アパレルだって、他も合わせると大体どんぐらいなんですか、今。全部年商ベースで言うと。50億ぐらいですか。50億ぐらいだと思いました。はい、あんまりなんかそういう話ってしないじゃないですか、ヒカルさん、多分。まあそうですね。あの、多分自分のチャンネルだとそういう話してもね。はい、まあそうですね。ね、そのやっぱエンタメとまた違うと思うんで。まああとそれにまだ言って、全部始まって間もないんで、安定してるかって言われても分かんないじゃないですか。だって脱毛サロンまで1年経ってないし、アパレルも1年ちょっとなんで、5年後までこれが続いたら初めてちゃんと言えるかなと思いますけど、今ってまあ一過性なんで。で、僕、初めてヒカルさんとお会いしたのが、今年の2021年の1月なんですよ。で、はい、あ、そうですね、そうですね。僕は最初 YouTube やっぱ、まあ、見てたんですけど、はい、まあ、そのいわゆるさ YouTuber の人なのかなっていう印象があったんですけど、はい、話してみたら、まあ、びっくりしたのが、はい、なんか結構本当にビジネスマンなんですよね。まあそうですね。僕、はい、それすごいなっていうのがヒカルさんの第一印象で、はい、まあ、YouTube のことはもちろんそうなんですけど、はい、いかになんかこうなんか自分のバリューじゃないですけど、はい、ね、ビジネスにつなげるかっていうのをすごい考えてて、はい、まあ、すごいなって思ったの。でも僕一番集めてめっちゃ聞かれたのは、なんでそんな顔ちっちゃくなったのそう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 めっちゃ聞かれましたよ。ちなみにお金を稼いで何やるんですか。いや、特別なんか欲しいもんないっすね。でも今のなんかその一緒にやってる仲間とこれからずっとやっていこうと思ったら、うんうん、すごいなんか真面目な話すると、うんうん、僕は多分一生困らないと思うんです、お金、うんうん、僕についてきている人たちは、うん、僕ほどお金稼ぐのが得意じゃないわけじゃないですか、うんうんうん、その子たちを一生って思ったら、もっといるなと思うんですよね。もっといるんですか。もっといます。どんくらいなんですか、目標は。目標ですか。100億は欲しいですね、とりあえず。キャッシュで、キャッシュで欲しいですね。これもちょっと聞きたかったんですけど、まあ、ヒカルさんって YouTube 結構歴長いじゃないですか、はい、でこれからじゃあ YouTube を始めて、はい、まあ、お金持ちになりたいよとか、はい、結構こう、はい、YouTube に憧れる若者って結構いると思うんですよ。いますね、はい、実際 YouTube って稼げる。稼げると思いますよ、めちゃくちゃ。あ、稼げるんですか。まだ稼げます。稼げると思います。まあでも一部だと思いますね、もうここから先は。なんか YouTube プラス何かで稼ぐのが効果的かなと思います。そうですね。いや、これめちゃくちゃ大事で、一昔前までは YouTube の分析してて、YouTube だけで稼いでる人多かったんですよ、はいはい、広告収入とか、まあ、案件とかで。
でもヒカルさんみたいに今ハイブリッドみたいな形で、はいはい、YouTube を軸に宣伝しながら自分の事業をやるトレンドになってるじゃないですか。かなり強いと思います。でなかなかそれでうまくいく人っていかない人がいると思って、はい、YouTube は得意だけど実業が得意な人となんか苦手な人っていると思うんです。ヒカルさんが多分得意な方だったと思うんで、はい、すごい成功してると思うんですけど、結構ここって分かれると思うんです。分かりますね。だから、はい、人気者になるのとお金を稼ぐのってまた別の能力なんで、はいはいはい、これ両方持ってる人両方いないんですよ。最強ですよ、はい、ほとんどいないと思います。経営どうやって学んだの？もう学んでないです僕。ノリっすか？僕は人をとことんまで信じるっていう性質を持ってて、僕丸投げなんですよ。いや結構多くの人は1から10までの授業があったとしたら、うん、全部把握しときたいじゃないですか、うんうん、自分で、はい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 、僕そんなないんですよ。じゃあ相手に任せて信じて、はい、だ横領とかされたら気づかないタイプです。あ、まあ、簡単に言ったら。なるほどなるほど、まあ、それでもいいと思ってるんですよ。ああいいんすか？僕の持論なんですけど、うん、裏切られる時って価値がなくなった時だと思うんですよ、うん、裏切らない方がその人にとってメリットがあって裏切る必要はないじゃないですか、はい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 、裏切られるってことは、はい、価値がないなって判断された時だと思ってるんで、まあ仕方ないかなって思えるんですよね。しかも僕裏切った時めんどくさいですよ。確かに確かに、普通の人敵に回すより僕一人敵に回した方がめちゃくちゃめんどくさいですよ。それやっぱ発信強みっすね。そうです、発信には強みっすね。発信力があるんで、だって動画上げて100万再生とかいきますもんね。これそうですね、企業の広告費って考えたらだっていくらって話ですよね、はい、少なくともまあ数千万はすると思うんですよ。僕が多分その横領とかにやって動画撮ったら多分まあ 4,500 万再生いくと思うんで、逆にバズりそうっす。めちゃくちゃバズっちゃうんです。めちゃくちゃバズっちゃうんです。だからその攻撃食らったら絶対しんどいじゃないですか、うんうん、だからそんなならないですよ、うん、まあ、でもそうならないようにも、あとなんか人を厳選してます。あ、なるほど。僕ってビジネスする人を自分で選ぶんじゃないんですよ、はい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 、これが結構変わってると思ってて、はい、なんか僕ってマネージャーが3人いるんですよ。でその3人のマネージャーが僕と関わる人を選ぶんですよ。あ、自分で選ぶんじゃないんですね、はい、でも本当に多分これ見てる、このチャンネル見る方って経営者の方も多いと思うんですけど、はい、本当にこう YouTuber さんのか YouTuber の方が D2C やるのってめちゃくちゃ侮れないですよ。今までって例えば僕たちみたいな事業者が YouTuber さん、インフルエンサーさんに、まあ、ある種こうプロモーション費用を払って載せてもらったのがトレンドだったんですね、はい、まあ、僕の青字同士と呼ばれた頃のマーケティングの戦法、はいはいはい、今はもうみんな自分でやっちゃうんで、はい、もう案件受けないんですよ。だって自分の商品だった方がいい、ね、多くなってますね、案件受けない。そうそうそう、だからめちゃくちゃもう時代は変わってて、多分よくね、中小企業のマーケティング担当者が誤解してるのが、やっぱり人昔前のやり方なんです、はいはい、今本当もう最先端の YouTuber さんとかって今こういう発想なんで、もう受ける必要がないんですよね。またそうですね。そうなんですよ。だからもうやっぱ自分たちで、はい、やっぱ発信できる人が今一番強いんだなっていうのが多分今の時代のね、典型的ななんかこう成功事例っていうか勝ちパターンなんだなって思います。だってヒカルさんもそうですけど、 YouTuber さんがやってるアパレルとかってみんな、まあ、割とうまくいってますよね。まあ多いんですよね、めっちゃもう増えすぎて。そうなんですよ。逆にもうそこがなんかちょっと飽和してきたなっていう感はありますけど、でも YouTube ってほんとすごいっすよね、はい、ですけど、はい、今後、まあ、YouTube は YouTube でいろいろあると思うんですけど、はい、ビジネス的にこういうビジネスをしたいとか、そういうなんか夢とか野望とかあるんですか？いや、なんか僕は、はい、もう自分が欲しいなと思うものしかもうダメだなと思ったのが正直あって、はい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 、このアパレルも脱毛サロンとかもヘッドスパも自分が欲しいなと思ったサービスをただ作っただけなんですよ。だからなんかうまくいったなと思ってて。じゃあ別にお金が儲かるじゃなくて自分が欲しいとか行きたいからみたいな感じなんですか？そうなんですよ。へえ、面白いですね。それが原動力なんで、自分が欲しくなったものは全部作っていくっていう。それなんかその発想すごくすごいですね。普通ビジネスってなんか売れるからっていうか、マーケットインみたいな発想で売れるものをやるんですよ。だからアパレルはだから正直全く売れると思ってなかったです。もう自分がハイブランドの服を着るのが好きで、でも高いじゃないですか。はいはいはい、まあ、それはそれで良かったんですけど、なんかその焼肉とか行く時に1枚5万の T シャツで着ているのって汚れて嫌じゃないですか、はい、でもあの生地が着たいなと思ったんですよ。じゃあ同じような生地のやつをもっと安くて作って、もう俺だけのために作ろうって思って作ったらそれが売れたんですよ、そのコンセプトが、っていう本当そんな感じなんで、それで思ったんですよね、まあ、自分のために作った方がいいんやなと思って。すごいっすね、ビジネス人の多分常識を壊すことですよ。だって本当に自分がいいと思ったものって売れないですよ普通。まあ、多分そこってなんでかっていうと、大事なファクターが宣伝なんですよ、プロモーションなんですよ、はい、もう自分でできるのが最強なんですよ。これはね、僕も最近発信力を高めようと思って頑張ってる理由はそこにあって、はい、やっぱ自分で自分の意思をサービスを宣伝できるってもう本当に最強なんですよ。その時にその熱がこもるがこもらないかって、まあ、確かに確かに、自分が本当にいいなと思ってるものだと熱こもるじゃないですか、はいはい、みたいな。だから国税、はい、に対しての時はなんか熱こもってるじゃないですか、めちゃくちゃこもってますよね、はい、だからやっぱその響くじゃないですか、はい、だから本当に自分がいいなと思わないものを宣伝するとやっぱそれって透けて見えちゃうんで。あ、見えるもんなんですか？見えますね。それってやっぱ大事だと思うんです。自分が美味しいものだったら宣伝しやすいけど、はいはいはい、美味しくないものを宣伝するってしんどいじゃないですか。あって感じで、ね、いいなと思ってないものを宣伝するって大変なんで、うん、いいなと思うものを作る方が宣伝しやすいんで、
多分合ってるんだと思います。なるほど。最後に、はい、これを見てるマーケティング担当の方も結構いるんですよ、はい、で、はい、僕いつも思うのが、はい、まあ、YouTuber さんも含めたインフルエンサーの使い方がみんな下手なんですよ、はいはい、気持ちを分かってないなっていうのがすごいあって、はいはいはい、もう本当ヒカルさんみたいなトップ YouTuber からして、はい、どうやったらそういうインフルエンサーが気持ちよくなんかこの商品やってもいいかなとか取り組めるかっていうちょっとアドバイスあったら、あ、インフルエンサーが、はい、どうやったら食いつくのは、はい、要は自由度です、ね、案件ってなんかそのいろんななんかそのファイルみたいなのもらうじゃないですか、はい、はい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 、でここはこうしてくださいこうしてくださいこうしてくださいみたいな制約がめっちゃ多いんですよ、はいはい、大半の案件で、はい、そういうのを YouTuber 嫌うんですよ、はい、要は自由度がないんでクリエイティブしにくいんですよ、あ、なるほど、だから自由に何やってもいいよみたいな、はい、もう企画も自由に自分で考えていいよみたいな、でもこれだけは最低限抑えてねみたいな出し方をされるとクリエイター側としてはめっちゃやりやすいんですよ、だから結果的に再生数取れるんですよ、あ、なるほど、だからクリエイターにそのサムネタイトルから全部任した方が再生数取れるんですよ、でもその企業がいやこれでやってくれこれでやってくれってやっちゃうと再生数こけちゃうんで結果的に宣伝にならないっていう、なるほどね、そうだからそこを、まあ、お互い、まあ、何ですか、譲り合うっていうのがすごい大事かなと思います、いやなんかめちゃくちゃ勉強になりますね、はい、はい、ありがとうございます、勉強になりました、いやじゃこういうのたまにはいいですね、動画でこういう YouTuber の方にビジネスのメッセージを聞くっていうのは結構斬新で私あんまないっすね、なと思いました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます。